さんどうも、みゆみんです。本日もタワーオブファンタジー、略して幻冬についての動画です。今日はまず大陸版で10月1日12時から限定ガチャに登場するアリスのプロモーションビデオが公開されましたので、皆さんと一緒に見ていけたらと思います。公式の説明によると、彼女は安全部に所属していて特務部隊の隊長です。そんな彼女は球場で華麗に踊るダンサーのようにモンスターから守ってくれるミラーポリスの人々の支えだそうです。大陸の安全局というと日本の警察団とは少し職務イメージが異なります。どちらかというとスパイファミリーに出てくるヨルさんの弟ユーリ・ブライアの務める国家保安局にイメージが近いかもしれませんね。肝心の能力に関する情報はまだ出てきていませんが、武器は永遠の翼、攻撃の主体は足蹴り、パーティーの役割としては氷属性のバフ担当ではないかと言われています。先行して9月28日から10月15日まで PV にも登場している桑崎の復刻ガチャが行われるので、かなり力が入ってますよね。可愛いと思うのですが、飛んでる時の力の入っている顔がちょっと怖いです。グローバル版の PV では修正してほしいかもですね。大陸版のユーザさんの声には氷属性が恵まれてて羨ましいといった声も上がっていました。こういった点でもグローバル版では属性にできるだけ偏りなく、無課金、未課金のユーザさんにも優しいゲームであってほしいですね。大陸版の情報はこれぐらいにして、グローバル版の人口と開発者の日記10箇所について見ていきたいと思います。まず1冊目は人工島専用機の近くに落ちています。地図で表示するとこの辺りです。2冊目の開発者日記も人工島専用機の近くに落ちています。木の陰になって探しにくいので注意して見てみてくださいね。地図で表示するとこの辺りになります。開発者日記の3冊目は以前レッドコアを取るために向かった転送ポイントの転送先にあります。この岩を壊すと赤い色の転送ポイントが出現します。転送ポイントの位置は地図ではこちらになります。ちょうどフェードグリーンの文字の左上あたりですね。転送ポイントに入った後、周囲の枠の部分を見てください。ここに3冊目の開発者日記があります。地図で表示するとこの辺りです。4冊目は鉄サビキャンプ内の飛行船の上にあります。地図で表示するとこの辺りになります。5冊目に向かう途中で転送ポイントのすぐそばにユニークモブのライトヒルがいました。ついでですので、ライトヒルが現れたのはこの位置になります。5冊目の開発者日記は、先ほどの埠頭の入り口の転送ゲートから北へ向かう途中の道路上にあります。6冊目は、埠頭西の中にある3つ並んだ木箱の下にあります。地図で表示すると、この辺りです。7冊目はイーグルの巣の西側にあるアジトの中の木箱の下にあります。地図で表示するとこの辺りになります。8冊目はサドル湖の東岩の陰にありますので見逃さないようにご注意ください。地図で表示するとこの辺りです。開発者日記の9冊目は8冊目の位置からさらに東タイヤの上というより柱にあります。地図で表示するとこの辺りになります。10冊目を探す途中でまたユニークモブのリロックに遭遇しました。場所は鉄サビキャンプからすぐ南の坂道です。最後10冊目は
鉱山拠点の中にある火薬の下にあります。地図で表示するとこの辺りです。いかがでしたでしょうか。まだ日記を回収できていない方は探索地のためにも探してみてくださいね。この動画気に入っていただけた方はチャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。